ブルペン見たら、ね、感動します。20年投げ続けてることがやっぱり選手としてすごいことだと思うし、取る瞬間にボールが動くので取るのが怖いんです。スタイルがめちゃくちゃいい。こんにちは。今回は村中恭平さんと吉則さんを迎えして石川雅規投手について語っていただきたいと思います。よろしくお願いします。小さな巨人、小さな大投手っていうワードがぴったりな石川投手だと思うんですけれども、簡単ではありますが、ご紹介させていただきます。石川雅規投手、1980年生まれの秋田県ご出身です。秋田商業から青山学院大学へ行かれ、2001年のドラフト10枠でヤクルトスワローズへ入団されました。1年目よりローテーションを守り、新人王も取られ、ゴールデングラブ賞が1回、NPB 通算が177勝と、2011年10年目で100勝というこのスピード記録もお持ちでして、5年連続開幕投手も務められ、今シーズンもですね、こう4勝を挙げ、こう20年連続勝利を挙げるという存在感を今でもバンバン出されている石川投手ですが、ここまでこう活躍してこられている秘訣っていうのはどんなところにあると思いますか、お二人から見て。僕は、まず気持ちの面でやっぱり負けないっていう気持ちがすごい強いな。あとはすごいストイックです。ストイック、はい、誰よりもストイックだと思います。っていうのは練習に対して、すべてです。私生活においても、はい、どういったところがですか。やっぱり新しいことにもチャレンジしますし、あとは技術とかも球種も、あとはプレートとか、うん、フォームの強弱とか、うん、もう全てに対して常に挑戦したり、うん、あとはトレーニングはもう自分がいいと思ったらやるっていう。妥協は絶対しない。してないです。あー、はい、すごいな。吉野さんはまず選手として、はい、怪我をしない、うん、丈夫な体っていうのはまあ何よりだと思うんですけど、うん、まあ、本人は多分もういろんなところが多分痛いとは思うんですけど、はい、それでもやっぱり20年ずっと勝ち続ける前に20年投げ続けてることがやっぱり選手としてすごいことだと思うし、うん、まあ、さっき村中さん言った通り、そのストイックだし、はい、まあ、探求心ですよね、うん、毎年そのキャンプの時に新しい球種を覚えようとか、うん、こんなレジェンドの人がまだ覚えるの九州っていう、うん、そういう探求心がすごいので、うん、まあ僕らみたいな若手とかも石川さんがやってるんだからやらなきゃって、ね、うん、勝手になるんですよね、うん、まあ、未だに多分そうだと思うんですけど、うん、でそのランディングの量とかも、はい、まあ、年齢によってこう分けられてるんですけど、うん、石川さんも平気で若い子と同じ本数やったりするんですよ。すごい、やっぱすごいな。その中でもこの投手としてこの特に優れているところっていうのはどんなところにあると思いますか。ボールだけで言うとスピードは出てないんですけど、はい、ボールの動きはすごいです。動き、はい、僕がキャッチボールしてる中で一番怖いのは石川さんのキャッチボールが一番怖いです。それはやっぱ取る瞬間にボールが動くので取るのが怖いんです。普通だったらそのまま来るんですけど、はい、やっぱ取る瞬間に動くんで、だからちょっと手元で伸びるっていうことですか、はい、構えてないとちゃんと取れないです。それは他の変化球に関してもそうですか。多分変化球もそういうことだと思います。うん、やっぱ試合入ったら同じ軌道から急にビュンって動くんで空振りするんじゃないですか、ね、なるほど。その前のなんかこういうのとかがなくて、そうそう、ここから急にブンっていったり、本当に山がないって、打席立ったことないんでわからないんですけど、はいはい、まあ、キャッチボールしてる感じはそうじゃないのかな。それをフォームを強弱つけて遅くしたら速くしたり、プレートの位置変えたりをしながらコントロールよく投げるんで、普通はできないです。一球一球とかでプレート変えられたりされてる？もうしてますし、足の上げ方変えたり、はい、普通足上げて降りてったら同じタイミングなんですけど、はい、変えたりとか。すごい器用な方っていうことになるんですかね。普通はできないと思います。吉典さんは。で僕はずっと思ってるのは、まあ、あんだけ球種あるんですけど、石川さんってストレートのピッチャーだなと思って、で年々そのストレートの割合がちょっと減ってきてたりとか、まあいろいろ多分配球とかいろいろあるとは思うんですけど、うんうん、で今年なんかの記事で石川さんのストレートの
割合を増やしたみたいなのが書いてあって、まあ、なかなか勝ち星には恵まれなかったんですけど、ずっと抑えてたじゃないですか、うん、なんかそれをまあこの年でやれちゃう石川さんはやっぱりすごいなっていう、うん、なんかこうグラウンドの外でもこうプライベートでもお食事行かれたりとかあるんですか、はい、あそうですね、あれ結構あります。どんな方なんですか。いやもう面白いです。面白い方、はい、でなんかすごい印象的だったのが、はい、まあ、石川さんお酒も結構好きなんですけど、うん、あれ150章の時でしたよね。なんかみんなでお祝いしようって言った時、あったね。で、まあ、ちょっとお酒もあったと思うんですけど、ケーキを用意したんです、はい、でおめでとうございますって言って、はい、あのろうそくに火つけてふって服全然前にあの石川さん落としちゃって結構こんなあの動画もあるんですけどあった、まあ、それがなんかお茶目なお茶目はぁーとかって先ほどもなりましたけどお話ありましたけど、石川投手身長が170ないですよね、はい、69ぐらいですかね公表。そうですね。でもまあ私も身長があの大きくならなかった方なので、はい、やっぱり小さいと大きい方がやっぱりバッティングでも遠くへ飛ばせるし、大きい方がやっぱ速いボール投げれるしっていうことを言われがちな中、この石川投手のご活躍っていうのは野球少年たちにこう希望であったりこう夢を与える存在だと思うんですけれども、そんな子どもたちが石川投手のどんなところを参考にすればその小さい子たちでも野球選手として大きくなれるかっていうのはありますか。まあ、一番見て分かりやすいのはキャッチボール見てほしいですかね。キャッチボールを多分一番丁寧にやってます。丁寧、はい、一球一球丁寧にどこ、まあ、いろんな自分のチェックポイントとかあると思うんですけど、はい、一球一球しっかり丁寧にやってるところはやっぱ見てたらすぐ分かると思うんで、うんうん、どういうところを意識してるのかなとかそういうところを見るのが一番分かりやすいんじゃないですか。うーん、はい、吉村さんはどう思われますか。うん、まあ、もちろんそのキャッチボールもすごいし、その後のやっぱブルペンもすごいですね。まあ ブルペン見たらもう感動します。もう本当に構えたところにしか行かないんで、はい、普通キャッチャーって大体この辺に来るなと思ったらこう少し大きく構えて動いて取るんですけど、石川さんの場合はキャッチャーがすごい小さくなってこういう感じに構えてそこに来るんで大体、うん、それはキャッチャーはわざとこの小さく構える、多分わざと小さくして的を小さくしてここだけを狙う練習はしてると思うんですけど、うんうん、まあ、さっきその丁寧にやるっていう話しましたけど、はい、そのキャッチボールだけじゃなくてやっぱランニングもそうですし、うん、ウェイトトレーニングもそうですし、うん、まあ、当たり前なんですけどなかなかできないというか、まあ、一生懸命やるっていうのはすごい伝わるんですよね、うんうん、まあ、あと補足なんですけど、あとスタイルがめちゃくちゃいい、あのユニフォーム姿めちゃくちゃこだわってますよね。はい、あのふくらはぎとお尻周りをこう、ね、見てほしいです。ふくらはぎとお尻周り。お尻もキュッてなってるんですけど、はい、ふくらはぎの割れ方というか、ね、僕いつも思うんですよね。ユニフォーム姿めちゃくちゃ綺麗だなって。身長は大きくないですけど、でもやっぱマウンドだったらやっぱすごい綺麗に見えるんですよ。見えますね。うんうんうん、そこを見てもらいたいって。では最後に。現在ですね、177勝と勝ち星も重ねてきておりますけれども、今後の石川投手に期待することといえば、やっぱ200勝、はい、そこだけだと、うん、まずはそこ、まあ、今は、まあ、あのいろいろありますけど、はい、まあ、来年以降やっぱ200勝という大きな数字があると思うので、うん、すごく大きいと思うんですけど、僕は一ファンとしてずっと見ていきたいというか、うん、そこに挑戦する姿を見て応援したいと思います。吉野さんは、はい、僕もやっぱり200勝っていうのはぜひ達成してもらいたいですし、うんうん、まあ最近いろんな方がこう引退されてる中、はい、やっぱり1年でも長く、うん、やっていただきたいですし、うん、こうなんか野球選手 の, この希望の星というか、はいはい、もう50歳でも60歳でもすごい長くやってもらいたいなっていうふうに思います。じゃあぜひ200勝達成していただいて、またお祝いしていただいて、はい、その時にはケーキ落とさないようにちょっと下にね、はい、プレートかなんか置いて落ちないようにして、いやもう私自身も本当その200勝の姿ちょっとすごく楽しみにしていきたいと思います。ということで今回は村中恭平さんと吉典さんに石川雅規投手について語っていただきました。皆さんチャンネル登録高評価の方ぜひよろしくお願いします。
そしてこういうお話が聞きたいなどありましたらコメント欄の方にお書きください。そちらもお待ちしております。お二人本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。